おはようございます。ディレクター申します。ドラゴンクエストモンスターバトルログビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、20時間すごかったっすね。いや、まさかね、あそこでああいう展開になってね、いや、あそこで、ね、僕がね、ああなると思わなかったっす。20時間の前日に撮ってんだよ、これ。本当にどうなってんのかな、ちょっと予想つかねえわ。結構なんか不甲斐なかったってなるかもしれないですね。ごめん、不甲斐なかった。はい、というわけで今日はね、その24時間前のもう収録なんですけど、24時間の前の日の収録ですね。はい。まあ、こちらのデータ進めていきましょう。いってみよう。はい、というわけでね、殺し山先輩ってデータはね、王者決定戦なんですけど、まずマスタークラス大会できるよね。できるできるできる、よかった。ね、王者決定戦で皆さんが駅に集まってるんですけど、私は皆さんの自分の賢者決定戦のためにね、駅にいる皆さんをね、ここに呼び戻します。さあ、いやー、始まったら最強賢者決定戦ですよ。今回は賢者に挑んできますよ。ちょ、待って待って待って、そんな立場だったっけ。ベスト猫魔道とバーニングハーツで、片方もう全部イオじゃん。スライムトレじゃん、目立ってんじゃん、これ負けだよ。はい、というわけでレジダンスジェントルメンね、賢者決定戦やってまいりました。ね、王者決定戦のためにみんな駅で待っててくれてんのにさ、それをいちいちみんな全員こっちに呼び戻しました、自分の私利私欲のために。うわ、なんてコナン的なね、コナン的なやつですよ。ひどいなぁ。代表勇者を決定した後にさ、いちいちさ、呼び戻して、もう翼もエントリーしてて驚いたよね。俺がいない間にエントリーしよってか。じゃあ翼エントリー投球すればいいじゃないか。これ匠がね、前回やってくれたんですよね。さあ、今回匠にはやられないようにしときますわ。銀のタロットマジであかんで。さあ、1回戦の相手は何でしょうか。1回戦そんな、別に職業系はそんなに強い印象はないけど、おっとっとっと、なるほどね。まあ大丈夫でしょう。うん。よほど変な事故がない限りは勝てる感じのパーティーだとは思います。はい、というわけで賢者で行きたいと思います。武器はね、賢者として白。ね、一番よく使う、一番作りやすくってみんなが作る、ね、賢者の杖ってこれだと思います。メイハード。はい、私まだ使ってませんでしたね。行きましょう。オトマ、ベリアルと、ゴロツキでございます。地味にちゃんと DLC が入ってきたけど。さあ、1回戦ですよ。まあ、ここで負けるわけにはいかない。なんかね、過去の僕はね、なんか2回戦あたりでなんか、ごめん、不甲斐なかった、みたいな感じで負け方してるんですけど。まあ、そんな風にはならないようにしたいですね。はい。よし、行くか。まあ、もうこれでしょう。もうゴロツキはこの口封じ超強いからね。この口封じがね、いい打撃力を持ってるしな。さあ、行きましょう。右手にメラ、左手にヒャド、そして追加に光属性攻撃を、いくぜ、オーラゴン強そう。メヒャドはね、実はね、炎、氷、光属性を持った呪文攻撃なんですよ。三属性の呪文というね、まあね、豪華ですよ。ナイスー、この呪文封じがね、口封じ。もう別の意味で口封じてる気がするんだけどね、あれは。地味いいに言われましたけど。別の意味の口封じですよね。ストライクアロー。おっと、ナイスガード、ラッキーラッキー。基本的にはね、これ主人公に行くようにしてあります。行きましょう。行くぜ。右手にイオ。左手にイオの二重奏。イオナズン。スーパー。うわ、強い。マジかよ。強いな、おい。賢さ補正ないのに、あれ、賢さ補正、賢者しかかかってないのに、これは強いわ。多分、そうだね、主人公は一番クラウンやってる。ベリアルとかも打撃にめちゃくちゃ弱いんで、おっと、まだ攻撃。はい、ラッキー。いいよ。ベリアルとかも打撃に弱めなんですけど、もう主人公光のドレス。もともと賢者っていうのは打撃焼着点なんですよ。賢者のシステムの話なんですけど、これは。もともと賢者っていうのは打撃焼着点になっていて、そこに光のドレスを着ることで打撃が弱点になります。アナウンス食らうと、これ効果抜群だっていうような弱点判定なんです。で、なので、身の守りが、ベリアルより高くても打撃弱点によりね、主人公が狙われるっていうね、ベリアルが狙われるのが一番怖いんですよ。ベリアル避けないんですよ、普通。僕のライブではちょこちょこのね、ベリアル避けてるみたいですけど、まあ普通避けるモンスターではないので、主人公に行くようにしてあります。ね。そうそう。まあただ、食らうと痛いんだけどね、これ結構食らうと痛いけどね。さあ、口封じ行きましょう。あ、行くぜ、口封じ。二つの海でも口封じ。はい、オッケー。いいよ、しっかり当てて。行くぜ、スーパーユナズン。必殺、行くぜ。スーパーユナズン、重装。
はい、はい、うわ、えげついな。聖堂の盾持ってるからギガでいいんで大丈夫だね。オッケー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 、もう勝ちです。まあ向こうなんかハヤブサの剣とか使ってたっけ。まあまあ大丈夫大丈夫。ハヤブサの剣だろうがなんだろうが、バーギーマーはベリアル結局属性攻撃したら意味ないんだけど、純粋な打撃だったら主人公は吸う感じですね。まあゴロツキには基本打撃はいかないと言っていいでしょう。うわ、いった。え、嘘でしょ。ゴロツキ呪文に弱すぎんか、ちょっと。攻撃呪文に弱点とはいえこんなに弱いんだね。マジか、そんなに弱いんだ。へえ、まあ勝ちですね。いいねこのパーティーね。ベリアルの短所も一応今の時点で補えてる。レベル99になってると厳しいかなっていう感じしますね。まあ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 、オッケーオッケーオッケー、よし、いい初陣だった。さあ2回戦の相手は何でしょうか。なんか前回この2回戦あたりでごめん不甲斐なかったって言ってさ、なんか溶岩降ってきて覚える。あ、そうだ、こいつらだ。そうだ、そこそここのパーティーガチなんだよ。んでもってよ、このパーティーよくよく考えたらこれガチでしょ。ね、言うてね、HP あるけど向こうのギズモが厄介ですね、これ多分。ゴールドモンキュッと足上げてたで、あいつ。だってこいつは最高だそれ。うおはははははは。これ知りたいけど向こう楽しい。何が悪いかっていうとね、アークルドゼロが悪い。アークルドゼロが悪い。まあ、というわけで、今度はね、こっちのマジカルメイスのね、マジックダブルスキャンを施した形でいきたいと思います。はい。今度はね、打撃に硬い主人公がいました。賢者に打撃耐性があります。身の守り54で打撃耐性があります。お供も打撃耐性があります。今度は一転してガチガチの、なんかめちゃくちゃ硬そうなパンチになりました。一転して。いやいや、よく考えたらゴールドマンとかギズモとかさ、なんか、パッと見すごい黄色のパーティーじゃないですか。よく考えたら俺があの時に負けたのもさ、うなずける気がするんだけど。賢者45じゃん。ちゃんとしてんじゃん、レベル。よく考えたらこれ負けてもおかしくない、なかったんじゃねえよ、この子思ったら。ちょっと自分の負けを今正当化してますよ。あの時の負けを俺正当化してますよ、今。だって、ギズモはフールブレイク超強いし、ゴールドマンはまあ、賢者との相性良好だし、賢者はそこそこ強いし、よく考えたらこれ負けてもしょうがない。やめよ、正当化やめろ。あー、きっつ。キャタルコでこれか。まあね、こいつの主人公が締め付けるが嫌ですね。まあ打撃攻撃なんですけど、物理的行動不能になるから、それで結局勇気の逃げ切りが一番怖い。なんか、いつやの時みたいにとどめを打たれ、はい、こういうこと。そう。多分あの時負けたのって確かとどめの一撃でマグマ飛んできてるから、それなんだよね。お、やるねー、カラッペー。めったに避けねえやつが避けやがった。そうなんだよな。これ締め付ける普通に強いんだよな。で、メダパに回るでしょ。お前ちゃんと、横からだ、普通に強いチームじゃないじゃねえか。これもしかして、相手のチームって。あかんよ。全然あかんぞ。ゴールドマン避けてるぞ。またゴールドマン避けとるぞ。出たメダパに、これよ。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待って。最地のギズモ行動のさ、メダパに2体攻撃、コロナはちょっと待って、お前ら。お前ら強すぎんか。これちょっと待って、これちょっと待って。俺、もしかして、これ24時間も俺、ここでも止まってんじゃねえか、もしかして。めちゃくちゃ強いぞ、こいつら。よくよく考えたらよ。弱いわけがないじゃん、このチーム。よくよく考えたらね、強いじゃん。てか、弱いわけがないってか、強いだろ、このチームは。どう見ても。やばいなゴールドマンギズムって。え、初回の時さ、触れなかったけど強いぞ、こいつら。は？は？どういうことこれ？なんだこれ？なんだこれ？お、なんだこのゲームは。お、なんだなんだこのゲーム。ちょっと待って、なんだこのゲーム。このゲームちょっと、あれちょっと Wii 大丈夫？ Wii 壊れてない？ちょ、おかしいないかい？締め付けでそんな成功する技でもないぞ。一応追加効果で出るぐらいだから、そんな強いわけないんだけどな。まるでグリーンガムのムチみたいだ。済ませるしかないの。おいおい、嘘だろこれ。やばいぞ。割りかしこれやばいぞ、本当に。緑だし。これ負けたらやばい。負けたらやばい。負けたらタイヤリです。でも分かんないよ。コンピューの補正を考えろ。コンピューの補正に何がありますか。逸材になった。競り勝ったのにとどめの一撃がある可能性があるんですよ。それは一番怖い。一番危惧してるのはそこなんですよ。スリカッターの敵のとどめ打ち撃は普通に大会ボードだったらありえるから、勇気をどんだけ貯めれるかよ。
つばぜに勝てれば、よき、あぶねえ、相手避けるやつだからな、こいつ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。で、ちょっと痛恨とかの事故があるとね、怖いんですよね。おー、怖。オッケー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 。さあ、カラッペが今度は、フィジカルコマンド、いいよ、物理的コマンドね。物理的、フィジカルっていうのは物理的。フィジカルロックっていうのはね、物理的拘束のことを言うんです。何を言ってるんですかね、私。あ、やばい、ミスった。テールアタックじゃないよ。激しい方の方がよかったよ、これ。まあ、わかんない。激しい方でも2体受ける可能性大いにあるからな。ナイスの感動受け。瞑想。なるほどね。今ね、うちの今の自分のね、行動と照らし合わせとったけどね、まあ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 って感じですかね。危ない、危ねえ。危ねえ、危ねえ。いや、カラッペを今どっちにしてたかなって今ちょっとね、カラッペ覚えてないんですよ。あ、3玉になっちゃった。やべ。どっちだっけ？あ、オッケーオッケー、物理的ね。フィジカルロック、フィジカルロック？ナイス、よく当てた。よし、よく当てたね。うまい、うまい、うまい、うまい。マジでうまいよ。待て、これさぁ。ドルクマラッキー。ドルクマもめっちゃラッキーよ。全然食らいませんで。はい。はい。このパーティーやべえなぁ。普通に強いんじゃねえか？ゴールドマンをちょっとガチに変えるだけでさ、もう旗から見るとめちゃくちゃ強いパーティーなんじゃねえかな。つばぜり合いにさえ自信があればめちゃくちゃ勝てるパーティーか、もしかして。思いのほかこのパーティー苦戦するぞ。普通に。怖いな。おーし。幸いのような痛恨が来てないことだな。テールアタック。どうしようかな。ここ当てて、当たりで。微妙だな。これね、このターンに勇気たまらないんですよ、多分。このターンに光の玉使って勇気ためようとしても、締め付けるとかメラパにコーナーする方が怖いんで、ギガでいきます。そう、5ターン目だったからさ、5ターン目ってことはってなっちゃうから、ここは、あ、いいね、ドルクマラッキー。おー、怖。それは無駄行動に近い。ルーンスタッフは締め付けるが本当に強いからね。まあ、あれ、さっきのあれはちょっと、あれはちょっと卑怯ですけどね。嘘でしょまた、こんなん当たらん。うわー、うわー、うわー、当たった。当たったわ。